イットとクライム中だよ。はい、はい、ただいまですね、TikTok ライブと、今配信ライブ配信アプリのふわっちというアプリでですね、はい、やっておりますので、よかったらですね皆様、見ていてください。はい、僕たちはですね、ケンガンドシグレという名前だったんですが、はい、つい先日、名前が長すぎるよと、そうなんですよ、言われて、はい、覚えられへんと、はい、しかもケンゴがローマ字やしね、そうだよ、あれ分からへん、そうそうそう、あのケンゴさんよう言われてたから、はい、ケンシグ、ひらがなでケンシグですね、はい、っていう名前に変わったんで、はい、ぜひの皆さんちょっと調べてみてください。はい、今 TikTok ライブやってて、はい、毎日、はい、TikTok ライブ、ライブ配信やってますんで、やってます、はい、よかったら見に来てください、ね、よくね芸人や言われるんですけど、はい、めちゃめちゃアイドルやってますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、でね、僕ら個人でも活動してまして、
C 君はね、彼は YouTuber、 あ、 YouTube やってます、はい、はい、もともと YouTuber とか TikTok とか、いろいろやってましてですね、はい、まあ、ありがたいことに、40万人ぐらい、フォロワーいてくださって、ありがとうございます。40万やね、はい、40万、はい、40万ます、はい、すごい数です。そうです。でもね、彼はね、あの、はい、俳優業やってますんで、あの、はい、毎日毎週テレビとか出てるんですよ。そうですね、実は、はい、実は毎朝テレビ CM を今流れてるやつ、流れてるんですか。あの、住宅泊という CM、 あの、朝めちゃめちゃ、あの、夜中に流れてるじゃないですか。そう、朝の4時台に流れてる CM に。それは起きてないよ。それ起きてない、起きてない。じいちゃんばあちゃんしか多分見てない。え、でもテレビとかも出てるんですよね。だ、普通にね、はい、関西ローカル番組だったりとか、なんだったっけ、あの、関西テレビのみんな知ってるやつ、安友友近の決めつけっていうのは、決めつけとか、もうあれはもうほぼ毎週出てますんで、安友友近さんと一緒に出てると、はい、まあ、よかったら見てみてください、はい、あのね、SNS もやってるのよかったらこちらフォローしていただけたら嬉しいです、はい、研修でやっております、はい、QR からね、はい、あの、よかったらぜひ見てください。お願いします。ではね、早速次の曲いきますか。いきましょう、はい、では聴いてください、月読み、月読み。